10月10日にドイツ・ベルリンを訪問する韓国の環境外交部長官がドイツの廃校外相と第2回韓国外相戦略対話を行うといわれています。 外交部長官が海外へ行くのはおよそ6ヶ月ぶりとのことで、このタイミングで海外へ行くのは危険なのではないでしょうか。電話で済めばいいのですが、済まないということなので緊急性が高いということなのでしょうか。金報道官によると、両長官は今回の戦略対話で、新型ウイルス対応協力、両国の実質協力主要、国際情勢などについて意見交換をする予定だと言われて 戦略対話については両国の戦略的な意思疎通と協力を強化することを期待すると述べていました韓長官の海外訪問については新型ウイルスの感染が拡大した2月下旬が最後で約半年ぶりに対面外交を再開するといいます。 それを受けて戦略対話ではドイツが先進7カ国 G7 のメンバーであることから韓国の7首脳会議への参加について議論する可能性もあると言われています。それ以外は日本について WTO についてなのでしょうか。そしてトランプ大統領はカミセブンサミットを拡大して。 韓国を招待する意向を表明していますが、廃校外相は現地メディアとのインタビューで拡大する必要はないといった立場を示しています。アメリカとドイツの意見が違っています。いったいどっちになるのでしょうか。さらに、関東外相は産業通り省資源部の日本史通商交渉本部長が WTO の次期事務局長選挙に立候補したことに関して批准を要請するとのことです。両国は 2017年の7月に大統領がドイツを訪問した最戦略的な協力を強化するため外相戦略対話を発足させることで合意しました2018年7月にソウルで1回目の戦略対話を開催しましたそして菅長官は会談日程の前日にドイツに出国する予定だと言います 長官の帰国後について入国者に義務付けられる2週間の自粛隔離措置は免除するといいただ当分の間外交部長者に出勤しないで日程も最小限に抑える方針というそうですそこまでするくらいならば行かなければいいのにと思ってしまうのですか帰ってきてからが業務に支障が出る可能性がありますよねそして別のニュースについて触れていきます 日本と韓国のグソーミヤについて韓国外交部のキム報道官は定例会見で日程にとらわれずいつでもグソーミヤを終了できるとの立場を示しました。グソーミヤは日本と韓国のどちらかが破棄を通告しない限り1年ごとに自動的に延長される取り決めとなっています。 ですが破棄をする場合は90日前に外交ルートに通告しないといけません毎年8月24日が期限となっていますよねそろそろ期限が近づいてきています さてどうなるでしょうかそして韓国は韓国のルールではなく世界のルールなのでこれは無視できるはずがありませんよね。韓国の国内のルールであるならば100歩譲れるかなというところですが世界というルールなので様々な国が守られているのが確かですからね。 韓国がいつでもやめられると言ってもやめたら損するのは韓国ではないでしょうかさてこれに対して日本の反応はと言いますとアメリカとのグソーミアの時のように言うのかなドイツはセブン入りに賛成したとなるとメルケルさんもこれから大変ですこの時期に会談するってびっくりしますね 何事も危機感を持っていないなですねすごい1セブン入りの支持を懇願しに行くだけでしょなんか前にヨーロッパの大統領とリモート会談したけど今度はドイツですか。今のこの時期に無理して何をお願いしに行くのかな。電話会議で済むような内容なのによほど国内には痛たくないと見える。 海外旅行気分なのかな破棄の通告は自動継続の90日前が期限という取り決めであってもいつでも可能と言ってしまう約束いつでも発揮できるつもりなのかな国民の生命と財産を守るために政府もも国会も全力に行ってほしいね日本は他国に追い詰められないと何もできない他国の理不尽な行動に対して報復処置すらも自国でできないのでしょうか ダメですね。日本との声が上がっています。 アメリカや日本と連携するグソーミアですが本当に必要なものなのでしょうか韓国にとって良いカードとなっている感じでいいように使われている感じがしますよね防衛に関する情報を日米間で共有して使うシステムがグソーミアとなっています日本の情報はアメリカや韓国にも行くということになりますが韓国が破棄したら日本の情報が全く行き渡らなくなってしまいます 今後どうしていくつもりなのでしょうか今後のことを考えての発言なのか韓国がグソーミアを脱退したら行くあてがなくなりそうですねなのであえて日本は何も言えないですしそれを決断するのは韓国だと思いますやはり大きな誤解があるようですね期待するのは自由ですが協力を期待しているのはドイツじゃなくて 韓国の方だと思いますよドイツの側からして感覚がいかがわしい存在であることは間違いない外相同士で貿易 WTO の問題を提案すると思うが期待にはきっと応ずるわけはないと思う日本ももっと連絡を密にして囲い込みを行うべきとかだと思うドイツに行って。 G7 の拡大に向けた話をしてドイツは韓国の参加には賛成だと取り付けたと帰国後に発言し反対は日本だけと反日を先導するが最後にはドイツはそのような話はしていないと韓国のやりそうなことだけどね韓国が拡大 G7 に参加すれば果たせる役割は大きいとか地ばばしってまたもや笑いものになると予想はい。 音声認識障子の音声と申しますそんなに G7 の仲間に入りたいの色々と改めないと無理でしょうね自国開発って何がありましたっけ日本を敵視するのは構いませんがいい加減自身の足で立って歩まないとね幼稚園児じゃあるまいしね